300万トン。これは現在世界の環境中に毎年流出しているとされる農薬の量となっています。近年誕生した新たな農薬の中には毒性の強いものがいくつも存在しており、その結果土壌は劣化し、河川は泥に埋もれ、化学物質に汚染されて、実に多くの生き物の生態系に大変大きな脅威をもたらしています。しかしそれだけではありません。近年農薬は人間の豊かな暮らしをも脅かしているのです。本来作物の受粉、糞や枯れ葉、死骸の分解、健全な土壌の維持、害虫防除をはじめ様々な目的で人間は昆虫に助けられてきました。さらに昆虫より大きい鳥や魚、カエルといった多くの動物は昆虫を食べているし、野生の花も昆虫がいないと受粉できません。例えばこの世界からお金がなくなっても人類は滅びませんが、昆虫がいなくなれば人類はあっという間に絶滅することになるでしょう。世界は昆虫なしでは成り立たないのです。昆虫が減っていくにつれ、僕たちの世界は徐々に動きを止めていくと言っても少しも過言ではないのです。著書「沈黙の春」を書いたレイチェル・カーソンはこう述べています。人類は自然の一部であり、自然に対して仕掛けた戦争は自分自身との戦争になる。同感です。人類に残された時間はありませんが、一方で危機を救う時間はまだあるように思います。現在世界の昆虫種の約 40% が減少。日本の都心部ではカタツムリを見たことがない子どもたちも増えているそうですが、大半の昆虫はまだ絶滅したわけではなく、ある程度の空間を与えるだけですぐに繁殖することが可能です。昆虫は庭や公園、農地、足元の土の中、さらには都会ですら歩道の割れ目なんかにもいますから、僕たち全員が昆虫に目を配ることはできるし、この大切な生き物たちが消えないように気をつけることができます。子孫が生きる未来、行く先に立ちはだかる数々の環境問題を目の前にして、どうしようもない悲しい気持ちになる方も多いと思いますが、僕たち全員が簡単な対策を取るだけで昆虫を支えることはできるのです。そのためにはまず僕たちには抜本的な改革が必要だと主張させていただきます。庭や公園にもっと多くの昆虫を呼び寄せ、都心部のほか道路脇、鉄道の切り通し、環状交差点、そして花が咲き乱れるような無農薬の環境に変えて、昆虫が住める生息環境のネットワークを作るべきでしょう。問題だらけの食料供給システムを大胆に変革して、食料破棄を減らせば生産性の低い広大な土地を自然に返すことができます。殺風景な広い農地に農薬や化学肥料を大量に投入する単一栽培で商品作物を育てるのではなく、自然の力を借りて体に良い食料を生産することに力を入れて、 SDGs のような嘘っぱちのお題目などではなく、本当の意味で持続可能な農業システムを開発していかなければいけないのではないでしょうか。こうした変革を起こすためにできる方法はいくつもあります。地元で有機栽培された旬の野菜や果物を買って食べる、食物を自分で育ててみる、環境問題と真剣に向き合っている政治家に投票する、地球環境にもっと配慮することが大切な課題であるということを子どもたちに教える、これらも立派な環境保護活動だと考えます。思い描いてみてください。都市や町に緑があふれ、至る所で野花が咲き乱れ、果樹が花や実をつけ、建物の屋根や壁が緑に覆われている未来を。バッタの鳴き声や鳥のさえずり、蜂のブーンという羽音、カラフルな蝶に囲まれて育った未来の子供たちの姿を。都市の周囲には生物多様性に富んだ小規模な果樹園や野菜畑がいくつもあって、そこでは多種多様な野生の昆虫が花粉を運び、地中に住む無数の生物によって土壌の健全性や貯蔵された炭素が維持されます。町から離れた場所では生態系を回復させる自然再生プロジェクトが新たに進んで、人々が自然の中で余暇を楽しめるようになるのです。湿地にはトンボやアナハブが飛び回り、花が咲く草原と森林には至る所に生命があふれている。
こんな未来は夢物語に過ぎないと思うかもしれませんが、僕たちみんなが人生を満喫し、体に良い食べ物を十分に食べながら、生命あふれる生き生きとした緑の惑星を維持できるだけの余地は、チャンスはまだまだ残されています。自然から切り離された存在ではなく、自然の一部として生きることを学ぶだけでいいのです。その第一歩として苦手な方も多いはずですが、昆虫に気を配ることから始めていただきたい。その小さな生き物が僕たちや皆さんのこの世界を回しているのですから。